おはようございます。ミスターマイアさん。いい質問ですね。ブログアフィリエイトで稼ぐ方法。実は私ね、これね、最強のやつ持ってるんですよ。でもここでね、公開はできません。すいません。まずはね、その理由をお伝えします、えー。アフィリエイトの時に大事なのは、じゃあ作ったサイトをどこに出すのかってことが一つですよね。どこに出したらアクセスがものすごく取れるのか、そして制約率が高いのか、これ一つなんですよ。もう一つは、どの商品を出すのかです。今、どの商品をそのどこに出すかってことね。 今どの商品だったらものすごく売れるのかってことねこのおここも知りたいですよね売れないものをアフィリエイトして量産してもしょうがないですよねでどこにどの商品を出すのかってことが合致した時にバカ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 売れていくんですよで私は何でもかんでも公開でこの公開動画でお伝えしますって言いますけどもこのアフィリエイトについてはお伝えできませんでなぜならね私が公開でやると例えばね 売れる場所ってのが飽和するんですよそして売れる商品が飽和するんですよね、多くの方がなるほどって言ってからねその場所とその商品使ってしまったらみんなでね限られたマーケットに商品の販売者が出るわけですからアフィリエイトの制約ってのはものすごく高いものから人が集まって販売者が増えていくと飽和して下がってしまうんですよだから結局儲かんないじゃんって話になるんですよ儲かったとしても最初のね数日とか数週間っていうことになってしまいますんで実はね どこにどの商品を出すのかこれについて教えることはできませんうんただですね私がオフレコで教えることはできます私のお家に来てくださった方私と会った方にはこの2つの秘密をお伝えしますちなみにこれ2016年白ンホテルで5時間のセミナー49万8000というのをやりましたその中でこと細かくお伝えしている内容です効果は高いですそしてこの方法っていうのはねものすごく ASP にも喜ばれるんですね はい、えー、ということなんで、えー、これを前提にお話します。まずはね、ミスターマイアミさんがご覧になった個別コンサートのブログアフィリエイトで7万円っていうのは、ちょっとね、これは取り違いをしております。えー、この方はブログアフィリエイトを目指して、まずね、ブログを作り出したってところを私に報告してくださいました。そして売り上げの7万円でシルバーっていうランクを取ったのは、これは完全に自己アフィリエイトだけです、ね。だから両方やってくださってるんですよ。ブログアフィリエイトのための鍛錬。そして自己アフィリエイトをマスターするための売り上げアップ。 で自己アフィリエイトでゴールドぐらいまで来れるんですよ。ブラックにはならないと思いますけどね。でこの2つを今やってくださっているところなんですよ。まあ、ですので、こちらの方で自己アフィリエイトに慣れてきたら、まず自己アフィリエイトを人に教えることによって収益をあのパワーアップしていくと。こちらの方では、自己アフィリエイトでいろんな案件を見たときに、一番効果的な商品ですね、要するにアフィリエイト、どんな商品がヒットするのかということを探していくという道になっていくと思います。で 先ほど一番最初に冒頭でお話ししましたどこにどの商品を出せばいいのかこれはね本当は人に聞いて教えてくださいってものではなくて、えー、もうねここの場所にこの商品出したらブレイクするじゃんって人は絶対に一生人に言ったらダメです。 ね、人が苦労してああでもないこうでもないっていう風に本当にね時間と労力をね数年という単位で労してきたものそして売り上げ利益を確保してきたものもう本当にねその人の収入源ですよそれを人に教えてしまえばこの人の売り上げってのは半分になるんですよ要するに資産を、あのー、くださいって言ってるのと同じなんですよねどこにどの商品アフィリエイト出せばいいんですかって聞くってことはその人の資産1億円あるとしては1億円のうちの5000万円をくださいって言ってるのは全く同じなんですよ だからあー、聞くは無作法というね、うん、語るは無用、聞くは無作法という言葉を私は何度かね、申し上げました。でもね、分かります、気持ちはね、知りたいんですよ。どこにどの商品を出していくのかってことが分かれば、単なる量産と違って、的確な量産ができるんですよ。しかも量産いらないんですよ、これ。2個か3個サイトがあればいいんですよね。相当強力です。まあ、ですんで、ミッサーの M さんね、もしね、本当にこれを知りたいと。 うまくいくかどうかわからないけどもなるほどそういうことかということがすぐに評価しますんでこれはね是非お会いした時にお話しするっていうことにとどめさせていただこうかなと思いますまあその上でですね、えー、今回のご質問に答えていくとすればブログ量産で稼いでいこうとしたらまず前提として自己アフィリエイトをやり込んで1000件ぐらいをやってください、まあ、1000件やらなくてもいいんですけどもその中であこの商品だったら、うん、すごく興味が持てるねっていうふうに感じたものをやっていくんですよ じゃあどういうふうに興味を持つかと言いますとまずはねえー、っとアフィレートといえどもお客様はいろんな入力しなければなりませんで入力が少ないものの方がお客さんとしてはいいですよねで制約もする可能性が高いんですよ入力が多いと途中でやめてしまう可能性がありますからでそれを知るためにどれが入力が多いのかな面倒くさいのかなってことを知るために自己アフィレートをやるって意味がありますそして次は報酬額ですうん お客様がサイトを見てなんか商品買う時に商品単価が3,980円でアフィリエイト報酬が200円みたいなものがあるとするじゃないですか。で苦労して、えー、アフィリエイトを制約して200円しか入らないものをやるのかそれともね、えー、販売価格は1,000円なんだけどもアフィリエイト報酬は3,000円ですみたいなね報酬の方が高いものもあるわけですよ。じゃそういったものを自己アフィリエイトの中で見つけてそれをやっていくのかそれからあ入金時期です。 自己アフィリエイトをやっているとよく分かるんですけどもアフィリエイトが成立してから翌月に払われるものとそれからですね3ヶ月後に払われるものと半年後まで引っ張られるものと結構あるんですよ。じゃあそれを見分けるために自己アフィリエイトを一生懸命やってなるべく早くお金が入るものをアフィリエイトで貼り付けようかなっていうこの3点のバランスを取っていくために自己アフィリエイトって必要なんですよ。じゃあどんな金額がどのぐらいの手間をかけていつ頃支払われるのか分からずにアフィリエイトのリンクばっかりボンボンボン,ボン貼ったところで。 ちょっとね、アフィリエーターとしては、うん、もう定まらないところが多すぎてやってられないと思うんですよ。だからこういう前提条件を引くために自己アフィリエートっていうのがあるというふうに考えてください。少なくともね、自己アフィリエートでなんか、ね、報酬もらってそれを貯めていって儲けましょうみたいなこんな話じゃないんですよ。だから私の発想に行き届かない人っていうのは自己アフィリエートずーっとやって案件がなくなったら、久保さん案件なくなったんですけどみたいな、もう本当に学び抜けた質問するんですよ。だからこんなことをやりましょうってことじゃないんですよ。でももう一つあります。自己アフィリエートを人に教えて、 えそれでね、えー、教育代をもらうということこれを繰り返していく方法もありますでも人っていうのは人に何も売らずに人に何も紹介せずに報酬が取る方法を考えちゃうんですよでこんなのビジネスじゃないですこれは上級者向けなんですよでこういうことを当てにしているうちは本当に自己アフィリエイトオンリーで自己アフィリエイトの案件がなくなったらあもうねやめてしまうっていう風なねこういう寂しい発想になってしまいますんで是非、えー、ねビジネスっていうのは常に人に会って常に人に話していく人に伝えていく YouTube だろうが、対面だろうが、人に伝えていって、自分の知り合った人を増やしていくというところが前提条件。そして、自分の知り合いが増えていったら、その人たちに価値ある商品とか情報を伝えていくってこと、第2段階目。第3段階目は、その人たちにお金をくださいっていう、ね、セールスをしていくってことが第3段階目。このプロセスなしに売り上げを広げていくことは非常に難しいと思ってください。 もうね誰にも相談せずに誰にも物を売らずに誰にも紹介せずに誰にもセールスもせずにとかね考えちゃうんですよ、うん、だからセールス苦手な人はビジネスそもそもできないですからね、うん、それこそ投資に日本人が投資にねどん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 向かうのはですよでも結局儲かってる人って投資案件を紹介してる人ですからね投資で利益を上げてる人って投資のプロですからそういう人はビジネスもプロなんですよ ビジネスをずっと積み上げてきて最終的に種線もいつでも作れるリスクヘッジも覚えたで余剰資金もあるだから投資をやるんですよでもセールスが苦手で余剰資金がない人が投資をやりましょうみたいな発想になってるからもう私はとんちんかんだなと思うんですよね、うん、はいえー、まあそれでねまあいろいろ申し上げましたけどもそれでもねブログアフィエートをやっていこうって方に今日は軽くアドバイスをしていこうかと思いますそれはですね SEO とキーワードです でこの件につきましても、ま、たれ、ね、質問がありましたら細かく解説していきますけども SEO と Search Engine Optimizer ですか何、えー、か忘れましたけど SEO っていうのとねキーワードですねどんな SEO を意識してどんなキーワードで記事を書いていくのかってことになります、えー、そして今日お伝えするもう一つポイントとしては これもね、調べていただくか分かんないんで教えてくださいって言っていただければいいんですけども、えー、タイトルタグっていう概念とストロングタグっていう概念、これをしっかり使っていけばいいと思います、えー。一人でコツコツやる部分って多いと思いますけども、ビジネスっていうのは一人でコツコツやる部分と、人に対して訴えかけていく部分、この二つが必要だと思うんですよね。でも多くの方は部屋にこもってパソコン1台で誰にも会わずに何かことをなそうと思いますけども、私はね、そういう方法をお伝えしてはいません。現に私は多くの方に会って、 多くの方にいろんなものを紹介してい,いろんなものってほど紹介してないんですけどね本当に限られたものを紹介してそして私のスタートってのはセミナービジネスですからね自己アフィレートを教えた瞬間に私はセミナービジネスを始めたわけですようんだから1か月ぐらいで35日目にセミナービジネスをスタートして1日で大体80万円ぐらいのね生現金を頂い,いたっていうのが私のスタートでございます、まあ、だから自分のスキルを人に伝えていかない時点で私はね ビジネスマンとしては罪だと思いますね。ビジネスってのは自分が価値を感じたものを一人でも多くの人に伝えてきたかどうかってことが根幹にあると思います。それができずに、ああ、これすごい方法だな、これすごい案件だな、でも人には教えるのはどう,どうもなとか苦手だなって人はずっとお金を稼ぎるのが苦手になると思います。えー、そんな形でね、今日の返信させていただきます。えー、もっともっとね、細かいご質問が生まれたよっていう場合は、 ご連絡ください。もちろんねミスター真弓さん以外にもこの動画を見た方どなたからでもご質問でも大歓迎でございますそれでは本日は以上です